1989年のジャイアンツ打線。1番ライト尾形光一、2番ショート河合雅弘、3番セカンド篠塚俊夫、4番サード原辰徳、5番センターボーレン・クロマティ。この年クロマティは首位打者と MVP を獲得します。シーズンの規定打席到達時まで打率4割をキープしていましたが、その後打率を落とし4割達成とはなりませんでした。6番サード岡崎香織、7番ファースト駒田紀博、8番キャッチャー中尾隆義、内野手中畑清、外野手井上真嗣。この年選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。